ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、キャンペーンマップにおける、装備品のドロップ率について、お話をしようと思います。キャンペーンマップでエナジーを消費すると、その場所ごとに表示されている装備品を、一定の確率に基づいて、もらうことができます。その確率はこのように公開されており、これを見ると、紫以上の装備品の収集がいかに大変なのか、お分かりになると思います。ヒーローウォーズの遊戯を開始してから、チームレベルが130に到達する頃には、白と緑の装備品は余剰になってくるので、これら2色の装備品は、ギルド活動報酬のポイントに交換するというのが一般的です。さて、ある程度の期間、ヒーローウォーズを遊戯していると、特定の装備品の破片が極端に余っていたり、足りないことに気がつくと思います。なぜそうなるかというと、キャンペーンマップに配置されている装備品の破片は、必要数に応じて、均等に割り振られていないからです。この画像は、ヒーローウォーズのすべてのヒーローを、完全なマックス状態にするために必要な破片の総数を表したものになりますが、ご覧のように、破片によっては、需要が30倍以上の違いがあるのです。ですので、ラ・モルトのカードや、千里眼が必要だからといって、キャンペーンマップの同じ場所でひたすらレイドを繰り返すと、どうしても過剰な在庫を抱えてしまう装備品の破片が、大量に発生してしまうのです。じゃあ、どうすれば効率的に装備品の破片を集めることができるの？ぶっちゃけた話をすると、余剰となるアイテムを完全に避けることは不可能ですが、大量に必要となる装備品を、各種のコインショップで優先的に交換することにより、ある程度の調整をすることができます。科学信者の場合もご覧のように、かなり余剰になりつつある破片と、全く足りない破片の、両極端な状態になりつつあります。需要が30倍以上も違うのですから、どのように調整しようとも、余剰となる破片が溜まり続けるので、これを気にしていると、心が病んでしまうと思います。自分が育成すると決めたヒーローのアイテムを見て、どの破片が当面必要で、どの破片を各種コインショップで交換するべきかを紙に書き出して、そのメモ用紙を見ながら遊戯をするしか、無駄を省く方法はないと思われます。まあ、明らかに余剰となった破片は、先ほども述べたように、ギルド活動報酬のポイントに交換するのがベストだと思います。アウトランドショップについて、話をするよう。アウトランドショップを見ると、ものすごく需要のある破片がショップの店頭に並んでいますが、アウトランドショップでは、決して装備品の破片と、アウトランドコインを交換してはいけません。その理由は、アウトランドコインは、スキンストーンの宝箱と交換すべきだからです。ヒーローの育成で最も足りないと感じる資源は、スキンストーンなので、アウトランドコインをスキンストーンの宝箱以外と交換してしまうのは、すごくもったいないのです。ゲーム初期の頃なら、アウトランドコインをヨルガンやチンマオのソウルストーンと交換しても構いませんが、それが済んだ後は、絶対にスキンストーンの宝箱とだけ交換した方が良いのです。科学信者もゲーム初期の頃は、アウトランドコインを装備品の破片と交換していましたが、アウトランドコインの価値に気づいてからは、スキンストーンの宝箱だけと交換するようにしています。視聴者様の中には、まだ、このことをご存じない方もおられると思いますが、今後は、アウトランドコインの使い方に気を配った方がいいと思います。ちなみに、ある程度の課金ができる人なら、タワーを遊戯している際に、不足しがちなオレンジ色や赤色の破片を見かけた際は、50エメラルドから90エメラルドを支払ってでも破片を手に入れた方がお得になります。必要な破片だけに絞ってエメラルドを使えば、1日にタワーで使うエメラルドは大した量になりませんし、それが最も効率の良い装備品の収集方法になります。まあ、100エメラルドを120エナジーの価値と捉えるか、150エメラルドを120エメラルドの価値と捉えるかで、破片の価値は変化しますが、一般的にタワーの宝箱を開けて破片を集める方法は、
効率が良いと言われています。なお、この画像をダウンロードできるようにしていますので、ご希望の方は、動画の概要欄のリンクより、装備品必要総数の名前がついたファイルをご自由にダウンロードしてください。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。